機械化手術の弊害ね。君、最初にボディをチョップしたのはいつかしら？聞いている？最初に手術を受けたのはいつのことかと言ってるの。ノー君、私の話聞いてるかしら？リリスよ、リリス・アルトマリン。何度も言わせないでね。君はいつからそんな体になったのかしら？今の君はまともに立つことすらできないんじゃなくて？だとしたら、こんな質問するかしら。そうね、全く無関係というわけではないかもしれない。どうやら今の君は生身の部分と人工の部分がアンバランスになっているみたいだから。しょうがない。まずは簡単に説明しましょう。医者、科学者の立場としては不適切な例えだけれど、生物のフォルムおよびその機能は神様が設計した無駄のない黄金律で成り立っている。人には人の、鳥には鳥の、魚には魚の特性というものがあり、それを活かせるだけの肉体構造を生まれた時から与えられているの。つまり鳥は飛ぼうとして飛んでいるんじゃないということ。彼らは飛べるから飛んでいるだけ。例えば人間でありながらその限界を超えて速く走ろうとする。その場合に必要なのは下肢の筋肉骨格のみならず、エンジンである循環器系や呼吸器系、さらには高速の空気摩擦や G に耐えられる外部のコーティング、要するに皮膚まで別のものに変えなければいけないの。そういうものを果たして人間と言えるのかしらね。ただ速く走るというだけでもここまでしなければいけない。わかるでしょ？枠を超えるということがいかに不条理で不合理か。そもそも勇気と向きを合わせるなんて、そんな発想自体ナンセンスよ。高価なくせに永久には持たず、高くついて全身非合理極まりないわ。
君は強化処置を受けているわけではないけれど、部分部分で生身と人工物が混在しているから、それよりさらに立ちが悪い。早い話、君を家とするならば、壁、支柱、屋根、それぞれが全く違う素材で作られている上に、製造年月までもが異なっている状態なの。今、君の体は私が取り替えた両腕だけが飛び抜けて強固だから、逆に一番脆い部分が露呈したというわけね。見たところ、右足かしら。本当ならこんなことはしないのだけど、少なからず私の責任でもあるようだから、ここぐらいは直してあげるわ。ついでに他の部分も簡単にガタが来ないよう調整だけはしてあげる。何？この町の人間は自分の不手際を正す気概さえないのかしら。別に私の自業自得だから感謝されるいわれはないけれど、そうね、君がそう言うならギブアンドテイクを頼もうかしら。この街で流れているドラッグのこと、よければ私に教えてくれない？君がそちらの方面に明るければの話だけど。あら、そうなの？ストライフのやつが少し用事で帰れなくなったから、手術が終わり次第私が君を送っていくわ。その時にいろいろと教えてちょうだい。そう、妹さんがいるの。大変ね。すべては妹さんのために。なるほど、君はそうやって生きてきたわけか。ごめんなさい、何でもないわ。何でもないわ。悪いけど、私も忙しい身だからお家にお邪魔なんて真似はできないの。さ、そんなことより君はさっさと手術を済まして妹さんを安心させてあげなさい。
聞いてるかしら、ノック。君はまた随分とのんびり屋さんね。そう。ということは私が舐められているだけかしら。意味なのかって、そのまま聞いた通りでしょ。ストライフもよく言っていたけど、この町の人間は私たちのような外の人種を軽く見ている節がある。君の目から見ても、私は平和ボケした世界からやってきたおのぼりさんに映るのかしら。深いではないけどね。ごめんなさい、気にしないで。ただ私は誰かさんと違って少しばかり繊細なの。危険視されないってことは結構都合が良かったりもするんだけど。女だてらに危険じゃないのかって？いいのよ、そんなに気を使わなくても。まあ確かに水凶が過ぎると思われても仕方ないかもしれないし。でも君は変わってるわね。この町の社会では性別なんて大した意味がないはずなのに、一応でもフェミニズムがあるなんて。君みたいにこっちにいながらあっちの人間みたいな考え方をする人とこうして知り合えたのもきっと何かの縁でしょう。それでさっきからまともに答えてもらえなかった質問の続きだけど、この町に流れているドラッグのこと知ってる限りでいいから教えてくれない？ギブアンドテイクの約束でしょ。そうね。主に向精神系。君たち風に言うならアッパードラッグかしら。それ教えてちょうだい。ダウナーやサイケデリックは後でいいから。ええ、まずその中で最も市場に出回っているのは何？例えばそうね、服用者を超人化させるタイプで蛍光よりも皮下注射を前提としている種類なんてあるかしら。
そう、それならそいつ私に売ってくれないかしら。ああ、ごめんなさい。別にそんな顔しなくてもいいわ。大体の事情は飲み込めたから。大方、蛇の上層部が流通を差し押さえてるとか、要するにそういうことでしょ。私はよく知らないけど、君らの組織と揉めてる相手は相当に手強い相手らしいから。それは保険も欲しいでしょうし、そもそも敵に渡すわけにもいかないわよね。当然の判断だわ。でも、そこまでするからには相当強力な代物なんでしょうね。すぐに名前が出てきたところからさすがに君にとっても馴染みが深いわけはないか。ごめんなさい、冗談よ。まあ今のでさっきの差別発言はチャラってことにしてあげるわ。それでそんなことより、現物がないのならしょうがないわね。他にはどんなやつがあるのかしら。続き、よければ聞かせてくれない？ありがとう。参考になったわ。ストライフからもらったこれも案外役に立つものね。センスのないプレゼントでしょ。野暮な詮索はなしよ、ノー君。だから、そんな顔をされると困る。言ったでしょ？これはストライフからもらった単なるプレゼント。別に私が君たちの上と直接関わりを持っているわけではないの。彼は、そうね。言うなれば親善大使みたいなものかしら。蛇としてもそれを邪険に扱うわけにはいかないから、
滞在期間中の安全を保証する意味合いで用意してくれたものに過ぎないわ。でもほら、彼は強いでしょ。だからこんなものいらないって私にくれたの。どう？安心した？そうね、これも一種のギブアンドテイクよ。人が生きて生活している以上、こういう考え方はどこに行っても万国共通だと思うけど。待ちなさい。少し聞きたいんだけど、この町の建物はESP 対策が施されているのよね。そうにもかかわらずか。なるほど。君の家にシールは施されてある？そう。だったら予定変更ね。これから君の家にお邪魔するわ。迷惑かしら？そんな顔しないで。君の方こそ私に話があるんでしょ。聞いてあげるから、とにかく今は移動しましょう。